調子はどうだい？ちゃんと学校行ってるかい？私はね、ぶっちゃけ学校とかクソくらいだと思ってたよ。明日学校に行きたくないと思った君へ、大丈夫、大人は楽しいぞ。この私へ、ねえねえ聞こえる？何が苦しくて逃げたくなったの？気の強いあの子や先生たちも好きだったよみんな、でも苦しかったんだ。いつだって綺麗な態度の私でいたくて、いやなんて言葉は言ったこともなかった。